アルスンナ・アルジャマーはソマリア南部で活動する軍閥。名称はイスラーム教スンナ派を意味する。2010年以降はソマリア連邦政府に味方しているためソマリア政府軍として扱われることもある。氏族社会のソマリアとしては例外的に氏族の色彩が弱い組織である。思想としてはスンナ派のスーフィズムであり、イスラム過激派のアルシャバブと対立している。 アルスンナ・アルジャマーは、ワッハーブ主義的で、非寛容なアルシャバブの方針を批判している。彼らが批判するアルシャバブの非寛容とは、音楽やカートを厳しく禁止していること、死刑や手足の切断といった重刑を行うこと、宗教的な制度を破壊することなどである。2010年はアルシャバブの活動のピークであったが、この頃からアルスンナの台頭が始まる。 2010年3月15日、ソマリア暫定連邦政府は、アルスンナワルジャマーを味方に引き入れるため、彼らに5つの成長などの上級地位を用意し、アルスンナワルジャマーは、暫定政府に軍事的協力を約束している。2013年時点で、アルスンナは、ソマリア中部、つまり、ムドゥム州、ゲド州、ガルガルド州を、ほぼ支配下に置き、ヒラーン州、中部シェベル州、 バコール州の一部も支配下に置いている。2018年1月、ガルムドゥーと統合。1234567891011関連地図1、グリエル2、ドゥサマレブ3、エルブール4、ガルカイオゴ、ベレトーエイン6、ベレドハオ7、ルーク8、ガーバハレ9、ワジド10、フドゥール11、バルデラール・スンラワールジャマーはもともと、ソマリア内戦のきっかけを作った大統領。 モハメット・ファンラ・エディードに協力的な軍閥だった。アル・シャバブとの対立が明確になったのは、2008年、アル・シャバブが、スーフィーの墓を破壊してからだった。2008年12月初め、アル・スンナはまだ地方スーフィズム集団に過ぎず、ガルガドゥード州の都市グリエルを、アル・シャバブに奪われている。さらに12月7日には、ガルガドゥード州の行政中心都市ドゥサマレブを奪われた。 もっとも、アルスンナの広報官は、これは敗戦ではなく、2008年6月に、ソマリアの平和的解決を目指して行われた、ジブチ合意を受けて、争いを避けた結果であると説明している。12月27日、アルスンナは、重火器を用いて、グリエルに攻め込み、アルシャバブを撤退させている。この報道に対して、アルシャバブは、攻めてきたのは、アルスンナではなく、 エチオピアが支援するグループだと発表している。さらに1月11日にもグリエルでアルスンナとアルシャバブとの交戦が起こり、その際にソマリアの新聞がローウェイオンラインはアルスンナの位置づけをエチオピア政府がアルシャバブへの対抗として資金提供している組織として紹介している。アルスンナ29日にはドゥサマレブも取り戻し、2月11日にはマサ川を占領した。 アルスンナとアルシャバブの戦闘は激しく、ガルガドゥード州から3万人が避難する事態になっている。アルスンナのガルガドゥード州支配は順調に進み、3月にはアルシャバブと対立関係にある国際連合世界食糧計画のデュサマレブ訪問が実現している。この頃にはアルスンナの優勢が確実となり、無関係な団体もアルスンナの名を使っての行動を始めている。 5月にはエルブールにまで自陣を進めている。2009年6月にはアルスンナとソマリア暫定連邦政府の大統領と会談が行われ、アルスンナの暫定連邦政府への軍事協力が約束された。7月初めには重要都市南ガルカイヨに進駐している。7月末には同じく重要都市ベレトウェインにも無戦闘で進駐している。 ゲド州にも進駐を進め、8月初めにベレド派を占領、8月半ばにルークを占領している。もっとも、戦闘は、必ずしも、一方的ではなく、その後もベレド派を、ルーク、ドゥサマレブを、あるシャバブに、奪取されており、また、7月に占領したベレトウェインの住民は、アルスンナ、暫定連邦政府からの離脱を宣言している。この後しばらく、アルスンナが、 ソマリア中部をアルシャバブがソマリア南部を支配し、その境界での激しい戦闘が続いた。2010年3月、アルスンナは暫定連邦政府と協定を結び、アルスンナが5つの省庁、警察、情報機関の幹部職を得る代わりに、アルスンナが暫定連邦政府に軍事協力することとなった。2010年10月、アルスンナはドゥサマレブを アルシャバブから再脱出。さらに2011年4月末には、ガーバハレ、ワジド、フドゥール、バルデラも脱出した。ソマリア中部は2006年に、ハウィエ氏族の氏族がガルムドゥグを名乗って、独立を宣言しており、その後ガルムドゥグは、ソマリア連邦政府への参加を表明しているが、支配地域のほとんどを、アルシャバブに占領されていたため、近年は、実定に乏しかった。その後、 元ガルムドゥグの支配地域をアルスンナが再占領した形になっている。2013年1月初め、ガルムドゥグとアルスンナはソマリア中部の重要都市南、ガル海を共同管理することに合意している。2018年1月18日、アルスンナはガルムドゥグと統合。新聞などで報道されたことのある幹部、ありがとうございます。